ハンバーグ出んのこれ。出ます。仕事が楽しい、料理が好きだからとか。そうそうそう、料理俺好きなんですよ。料理好きだしね、これでみんなお客さんニコニコして食べてくれるの嬉しいじゃないですか。変なもの出せないよね。絶対いいもの出すんです。分かんないよな。分かんなくてもいいね。今こんな感じでね、ほぐしをやってるんですけど、今日は油を今からね。朝じゃあこのぐらいの時間帯に来られるんですか。いや、もっと早いんだけど、はい、じゃ朝の早い時間はいつも一人で。そうそうそう、一人ですよ。いや、そんなにほら人気使えないじゃん。テレビ見ると、うん、もう朝はなんか釣りに行ってる、行ってらっしゃるみたいな。もう毎朝5時に行くよ。今日はね、魚がなかったんだ。一番海が荒れてると取れないの。だから今日はね、食べ放題できないんだよ。また木曜で行って、あの魚があればやるけど、しょうがないよね。ないんだから。ないじゃしょうがないでしょ。朝釣りに行って釣った魚を出されてたんですか。そうそうそう、釣りに行った時はね、朝さばいてね。この頃はもうたくさん釣らないとほら間に合わないから、うん、もう50年やってますね。50年。ええー、長いです。おたくまだ生まれる前から。油が今すごい値段でね、高いんですよ。もう2倍だね今の。昔ね、これ1本で2800円で買えたの、5300円だ。まあ、うちの場合これでね、2日に1回かいてる。だから大変だよ。油代だけで1ヶ月何万も違っちゃう。お店はとんかつ、とんかつ屋さんじゃないですか。でも、とんかつ屋なのにね、刺身やってるからね。そうです。これ、とんかつ屋のこと言いたいけどね、うん、若い人、あの年配の人はほら、みんなお刺身好きじゃん。だちょうどいいんだよね。テレビ見たんですけど、うん、もう頼まれてるのがもうみんな刺身するわけじゃないですか。この前もそうだね、撮影来た時ね、食べ放題やると7割お刺身だね。やっぱテレビの影響とかって今すごいありますか。1ヶ月は大変ですよ。1ヶ月するとね、普通に戻っちゃうけどね、1ヶ月はもう大変。女の人が6人いるんですよ、交代でね。それであと孫が1人来て、これね、ここやるまでね、はい、3年ぐらい遊んだんですよ。この隣にほら、残り取っていけるんだよ。あそこでね、40年ぐらいやってたかな、とんかつ屋をね。それで区画整理で、はい、道路になっちゃってね、はい、家がなくなっちゃって、はい、でここへね、3年前に引っ越してきた。3年ぐらい遊んでたんだよ。ところがね、3年も遊んでるの嫌になっちゃうから、もう生きててもしょうがないじゃないかと思うよ、うん、遊ぶってのは辛いもんだよ。普通さ、ほら、1ヶ月やそこらはね、仕事して遊びたいと思うじゃない、うんうん、ところがね、3年遊んでみるのは嫌になるから。もう、俺生きててもしょうがないじゃないかと思う。だから今は仕事が生きがいっていうか。あ、仕事は今生きがいだね。面白いですよ。そっか。失礼ですか、今おいくつなんですか。1945年生まれだから、はい、終戦の時生まれたんだ。だからもう76だよ。76。これからね、一つずつね、若くなろうと思ってるから。来年75。あ、そういうことですか。これはとんかつ用の豚肉とかですか。そう、豚肉、とんかつ用のね。だけどほら、葉っぱが出るでしょ。それみんな豚汁に使うんですよ。こういうほら、端っこね。はい。こういうとこほら、出っ張っちゃうからね。魚が買えなかったんで、はい、ちょっとじゃないからもう。
この人たちが好きなんですよ。生まれはね、茨城県なんですよ。小さい頃ね、うちの前が川だったんです。で川でよくあの船釣りやったり、釣れたの始まりだね。魚が好きでね。本当はとんかつ屋が一本でやってれば役場なんか行かなくて思うんだけど、魚の顔見に行くんですよ。一番。あの、サド放題っていうのは、魚釣りやってるとたくさん釣れる時あるわけ。本当にほら、島津困るじゃない。じゃあ、サド放題で出しちゃう。そんな感じなんですよ。サド放題有名になっちゃったから、一人ね、100キロも食べに食べる人がいるわけ。すごいだろ。刺身っていうのはほら、高い油もガス代もいらないじゃん。買ってきてほら、切るだけだから、そんなにね、高いもんじゃないんですよ。釣りの費用の方がよっぽど高いんです。食べ放題やってね、例えば20キロ食べたって、魚釣りの費用の方が高いんです。全然儲からないじゃないですか。だからね、別に儲からないったってね、大してね、気にならない。腐っちゃうよりいいでしょ、みんな好きな人多いんだから、お魚食べるの。4本。これは取らないと鹿になっちゃう。随分面白いし、仕事も面白いし、いつまでやれるかね。あと5年は大事だと思うんだ。身内の方、親族の方にお店を継ぐっていうのは考えてらっしゃらないんですか？誰もいない。はぁ、俺一台で終わり。あとやりたい人があればね、もうお店やれちゃう。仕事が楽しい、料理が好きだからとか。そうそうそう、料理俺好きなんですよ。料理好きだしね、これでみんなお客さんニコニコして食べてくれるの嬉しいじゃないですか。嬉しいじゃないですか。わざわざ食べに来てくれるんだ。変なもの出せないよね。絶対いいもの出せる。ほら、人間っていうのは美味しいものを食べても忘れないし、まずいものを食べても忘れないでしょ。きちんとね、お湯かけると鱗がね、全部取れる。のマグロ買ってきた。これ血合いを取らないとね、美味しくないですよね。これはみんな嫌いなんですよね。煮てくると美味しいんですよ。でも本当はね、血は捨てちゃう。この人は幸せですよ。こんなマグロ食べれるんだよ。わあ、すごい。850円だよ。豚汁つけて、ご飯もついて。冷凍じゃないからね。この前のさ、6切れつけてるんだよ。それで、あとヒレカツを2枚ね、1100円だから、豚汁とご飯つけてもわかんないよな。わかんなくてもいいんだよ。これはね、アジフライにする。綺麗な油で揚げてね、そうするとね、ふっかふかだよ。アジフライもね、ここね、こんなんめんどくさいんですよ。なんかここまでやる人少ないよ。お刺身が売り切れすることってあるんですか？あるあるだ。しょっちゅうだよ。魚もね、量が少ないと買えない時あるんですよね。こういうの手間かかるけどさ、食べるときは一口だからね。そう、1,2,3,4,5 だね。まさかね、今日来た人は幸せ。いいなぁ。これ食べられるんだ。いいなぁ。何しろ朝は仕事が多いんだ。どうしてまたとんかつ屋をやろうってなったんですか？僕はね、レストラン開くとさ、設備投資が大変じゃないですか。お金がなかったんですよ。それでこれ、手取り早くとんかつ屋やろうと思って。
でも今はね、とんかつ屋やってね、刺身もできるしね、まあ良かったと思ってますよ。包丁でね、はい、かつら巻きなんかやってとっても間に合わないね、量が多いからね。休みの日とかって何されてるんですか？休み？明日はね、はい、まあいろいろ買い物したりね、はい、ちょっと病院行ってね、はい、ちょっと健康診断やっとこうと。あ、もうちょっとほら、とんかつやんなきゃいけないから結構出ないと仕事が好きでやってるから、うん、ね、好きなことできなくなったらもう生きててもしょうがないね、うん、でそういう美味しい時だけね、あの日にちを選ばずやってる。そうそうそう、いきなり今日やりましてね、朝8時に来たんだね、はい、これ看板出すの。やっぱね、もうね、11時からね、開店するだろ。はい、もうすぐお客さん入ってくる。見てね、綺麗じゃないかね。うんうん、授業員さん来ました。いい子でしょ。はい、かわいいお嬢さん。小林さん。はい。小林さん、これ誰かいかもしれない。誰？違う違う。昨日からこれ貼ってありましたよ。おとといから貼ったの？あ、おとといからだったの。全然気づかなかった。誰かいかも。違うんじゃねえかな。なんでもないと。あやのちゃんだ。かなあ、誰が日曜日だったね。こうやって見たらね、ちょっとこれ違うんじゃないか。見たことないし、作られた感じ。今日は8時3分で、ここに、あ、一日の安全を願って。2番ってのは何があるの？2番ってのは、はい、これランチがね、はい、あっちに書いてあるのが8番まであるんですよ。ははは。2番ってのは刺身。お刺身。いらっしゃいませ。どうぞ。12時15分で。え？12時15分。まだ自由？
んです。はい、あと5、6個作る。1番と2番入ります。蒸されちゃうよ。まーちゃん、こっちが魚ヒレでね、こっち一番味ヒレだからね、はい、間違いないよ。こっちの魚ヒレ、はい、でこれがカニヒレ、はい、
三番と。あ、大盛りですね。はい。白身チョコなのと、3番と6番。